皆さんこんにちは、旦那様です。京都サバでね、更新があって、まあ、眉ポーチが使えなくなったっていうのは有名だと思うんですけど、眉にした後にね、転がることができて、さらに転がってるそのサバイバーはね、クモに対しての当たり判定がないっていうね。それ以外で大切な調整としては、ね、マップの調整ですね、病院、苔村、公園で窓と板があるゾーンがね、調整されたと、ね、どんな感じか、ざっくり見ていきましょう。はい、まず精神病院ですね、見ていきましょう。まあ主な変更点としては院内ですね。院内院内はさ、すんげえ強いチェース場所だった陣営ね。それがね、なんとここの板がなくなりました。はい、調整はこの1枚だけかな。うん、奥の板まだあるんだよね。これがなくなったことによってだいぶきついと思う、サバイバー側は。まあ、あとはチェイスが結構難しくなると思うんだよね、サバイバー側の。ね、あの板がなくなりました。ご注意くださいね。ほら、ハンターも壊しちゃった。ボットやけど。ここですよ。引き離すの大変だよ、ここ。板がなければ。ね。大変やで。あの板に行くとしてもね、距離が遠いすぎるし。結構サバイバーにはきつい調整じゃないかな。では、次行きましょう。次は村ですね。村でね、ハンターが来る確率がめちゃくちゃ高いところは小屋ですよね。で、小屋で追われたらどうするかというと、まあ、海岸に逃げるか、アスレ方面、W11 っていうか、ね、俺は W11 って言ってるんですけど、小屋でさ、追われたら大変なんだよ、ほんまに。で、ハンターめちゃくちゃ来る、ここ。まあ、俺はね、海辺に行くのが好きです。そうするとね、見えます。はい、新しく、まあこれ廃墟、小屋の廃墟がね、壊れかけの小屋ですか、これ、追加されました。板1枚と窓1枚。ね。あれ、これまたげる？あ、無理なやつですね。無理無理。これは？これ無理やね。板1枚と窓1枚が追加されました。これによって、だいぶ行きやすくなったんじゃないかな。海辺に。もうすぐここやからね。だいぶ、移動しやすいと思う。これがあるおかげで窓1枚、板1枚ですね。で、もう一つ変更点があります。ゲートですね。海側のゲート、小屋側のゲートじゃないんですよ。なんかちょっとラグいな、ごめんなさいね。小屋はね、敵が来る率はすんげー高くて、であとこの正面ゲートもね、ハンター来たら逃げれない。今まで逃げれなかったんだよ、こう解読しとけばね。ハンター来たら逃げれないんですよ。はい、でこっちに行くと新たに追加されました。ここいいよ。窓1枚、板1枚、板2枚。あれ、窓もう一つあった気がするんだよな。変更された。窓1枚、板1枚、板2枚、板2枚、窓1枚っていうところですか、これ。はい、こんな感じになりました。で、今までここで追われたらさ、大きな船に行くか、もうね、このここのちっちゃい板で頑張るしかなかったやん。でもね、こっちに行っていいんです。だいぶチェイスしやすくなったよね。板ここもいっぱいあるし、さらに窓もあるし、でここに板もあるしね。さらにいたから、オッケー。変更点はこの2つですね。ゲート側のね、このゾーンの追加と小屋から海辺に行くゾーンの追加ですね。じゃあ次、最後、月の川公園行きましょう。みなーさん、こんにちは。神より旦那様です。月の公園見ていきましょう。月の川公園は、2箇所変更点あります。サーカスの中ですね、行きましょう。はい、ここです。見てくださいよ、ここ。ここ通れなくなったんですよ。長くなりました、このベンチが、ね。ハンターがよく来る場所としてはね、入り口でしょ、向こうらへん、ね、板を倒しとけば、来たらもうこっちに逃げればいいからね。だいぶやりやすくなったよ。で、今まで板2枚があったところがこうなったんですよ。ね、板1枚、窓1枚。はい。ね。こんな感じになりました。チェイスできるようになりました。だいぶ。
ね、窓1枚の板1枚、まあ、前よりは楽だと思うよ。前ももう板2枚だけでしたよね、うん、ということはここは危険な場所じゃなくなったかもしれない、うん、前はすごい危険だよ、ハンターすぐ来るし、まあ最終的にはね、この今回の改善点、まあ変更点としては、うん、病院のあの1枚の板が結構きついかな、病院がもう安全な場所とは言い切れなくなったっていう感じっていう印象ですね。まあまだ実際にね実装されるときはどうなるかまだ分かりませんが、うん、ではここら辺でおつおつ